はい、さあ、チャンプルーです。映りますかねこんな感じで。一つ分かったことなんですけど、まあこの車車高がめっちゃ高いんですよな。で、車高が高いのっていうのはすげえ景色がいいんですね。映ってますかねまあすげえ景色がいいんですけど、まあ車高が高くてビューがいいのは、あの景色がいいのはいいのかなとかって思いますけど、なんかね、あのまあ欠点もあるんですね。見えすぎちゃって困るのっていうやつですけど見えすぎちゃって困るのっていうやつをですね、ちょっとこれからもしよろしければあのご覧いただけたらいいなとかって思いますね。ですね、まあ普通の車だったらガードレールよりもちょっとビューが上の方なんですけど、まあこの車やっぱり車高が高いんで、こうあまりにも見えすぎちゃって、なんかねめっちゃ怖いんですよめっちゃ怖いあ、これちょっと間違っちゃったら落ちるの、落ちたら終わっちゃうなみたいなね、あきさみよっていうやつなんですけど、まあね、ほとんど60マイル全然こうあのその60マイルスロープっていうことで走ってきてるんですが、全然電波が入らないですね。全然電波が入らないっていうやつですね。オートバイ越してきますね。もうこんな感じでですね、もう超怖いんですよ。ここなんかガードレールとかもないんですよね。いやで、もうほんとね、下手すると400、500メートルぐらいの高さがある山のビューがもう、まあガードレールがねあるところはまあまだいいんですけど、あの背の低い車だったら全然多分また違うと思うんですね、安心感みたいなのが。こういう背が高い車で走ってますと、なんか前以前走ったことあるんですけど、なんか違って怖い怖い怖いなとかって思ってたんですね。なんと気づきました私は背が高い車はこうあまりにも見えすぎちゃって怖いっていうやつですね。たまにね、もうガードレールも何にもないようなところが結構あるんすね。こういうところ、まあこっちはね、まだこうガードレールがあるからいいんですけど、まあこんな感じでね、ガードレールのないところとかもあるんすね。もう下がね、こうすぐ見えちゃうんですよ、こういう感じで。ここでもう2、300メートルぐらいの高さあるんじゃないかなとかって思いますね。あ、落ちたら終わってるなみたいな感じですね。なんでこんなに俺はビビってるんだろうとかって、今回のこのね、60マイルスロープ、なんでこんなに俺はビビってるんだろうとかって思ったら、あ、見えすぎちゃってるっていうやつですね。まあ、高いところはね好きな方なんですけど、結構まあこういうところとかね、一歩間違ったら、あ、こう終わってるなみたいな、あまりにもこう景色が見えすぎちゃって困っちゃってるっていうやつですね。飽きさみおるやろっていうやつですよ。ほんと私はこんなにビビリバビルブーだったのかなみたいなやつですね。ちょっと車をこう先に行かせます。まあこんな感じで、車高が高いとこうビューがねめっちゃいいんですけど、こういうこう500メートルとかね、下手すると700、800メートルぐらいの高さのある
こう崖のところを走ったりすると、見えすぎちゃって、ビビリバビリブーっていうやつでしたね。さすがです。ピュッ。